恋愛真相追求バラエティブラックラブ。さあこの番組は、人は本当に見た目でないのか、トークやフィーリングで人は恋に落ちるのか、そんな真相心理を追求する恋愛ドキュメンタリーでございます。はい、さあお二人、はい、この番組いかがでしたか。いや、いや何そんなよだれてるぐらいのことさよだれが出ちゃってなんか熱いですから、はい、熱い。もうなんか本当に何が起こったんやっていう、はい、もう胸がドキドキが止まらなくて、おー、はい、はい、もうちょっと今日、うん、思い出しちゃいそうで。何をすんねんな思い出して思い出してね、一人で熱くなっちゃいそうだよねでもそういう番組ってことですよね、はい、もうなんか初々しい感じもありながら、うん、まあ結構テクニックもあるみたいなね。そうですね、うん、意外な、はい、うん、おっっていう結末もあって、うん、いやすごい楽しかったです。すごかったですね。それはなんか新しい感じの恋愛バラエティーですよね。そうです ね、 ね、やっぱいかに資格って恋愛において大事なのか、うんうん、でも意外に資格を奪い取られた時に違うところでいろんな判断をしてるのかみたいなね。確かに、うん、やっぱ好きな人というか気が合いそうな人もなんか女性って匂いでなんか感じるとか言うじゃないですか。うんうんうん、うん、あります。匂いがめっちゃあります。それなんどういう匂いがってこと。だってそれ加齢臭とかもあるやん。いやもう人の匂いもそうだし、うん、それで柔軟剤の香りとかも結構私はポイント高くて、え、大変めっちゃ嗅ぐ。え、もうめっちゃ嗅ぐ。え、じゃあもう匂いでこの人ないなっていう時あるってこと。もうあ、匂い、逆に、苦手な匂いとかだとないなってやっぱなりますね。うわ大事なんやな、はい、でもそれは香水とかじゃないんや。まあ、香水もあるけど、香水もあるけどね、うん、あるんだけど、そうなんですよ、やっぱ好きな匂いだと持ち帰りたくなっちゃう。わかるね。っていうことだよな。はあ、うん、だからまあその資格を奪い取られて、そういうとこも参考にしながらね、男性を一人選んでいくというバラエティ番組ですのでね、はい、はい、皆さんこれぜひお楽しみください。はい、5月28日から TSUTAYA TV で配信開始です。皆さん見てくださいね。見てください。じゃなんかハーフの人が好きだ。好きです。え、おいくつか聞いていいですか。この感じで言ったね。深層心理追求バラエティブラックラブ。